トゥース。トゥース。よし。今日はですね、はい。まあ多分サムネにはもう発覚みたいなね、ベトナム人問題。まあ今ちょっと話題になってるよね、結構いろいろベトナム人。何万人単位でしょ、ベトナム人って今日本に来とるのって。まあそういう中で最近人同士の文化あるんだもんね。まあそんな大したことじゃないと思うんだけど、大したことって言ったらしてないね、その問題当事者は 100% なんで。まあ、うちはね、ほんと楽しくやっとるけど、なんと今回イケメンカンタの衝撃映像を入手してますんで、ちょっと見てください。まあ、今撮っとる中ではちょっといじめっていうのはわからんな、まあ、俺の入っとる情報のデータとはまた違うよね。あ、まあ、俺が降りてきたけで、俺が言った瞬間、うわー、あれやわ、うらーって言ったんだな、お前多分お前だけイケメンぶりで発揮させようんだな、お前。あ、いつもこんなんアンチって一人撮るじゃないですか。だから、あー、撮れ、こっちでってやっていつもお前だと思ったんだよ。めくりすらしやん。そういうことはやってんの。いや、やってない。YouTube でちょっと女のファンがついてるから全然調子乗っちゃった。だってお前、手すり叩くとき片方やってないで、片方ベトナム人だって。アブラ、モンゴル人な。はい、モンゴル人です。あの、ねえ、カンタ、いじめ問題あるだろ。初めての時は本当にちょっと厳しいです。今はちょっと大丈夫です。初めての時は厳しかった。はい。今は大丈夫です。お前つまらんこと言うなって。お前厳しいって言われて動画にならんだろうな、これは。嘘つきゃいいんだわ、動画なんか。どう、カンタ怖い？カンタ怖い？カンタ、まあまあ、カンタわかるだろ。はい、怖い、はい、怖い、はい、やっぱりな、いじめるだろ。なあ、いじめる、殴る、あるって殴る、暴力振る。はい、まあ、そういうことだな、やっぱりそういうことだな。あいつやめて、うそうそ、視聴者の皆さん、あの、これ喋れへんもんで、ね、まだ来て1時間ぐらい。逆にそんなやつになんか強要してる俺がいじめてるんだよ。うそ、カンタいじめるだろ。カンタ一番怖い、カンタ一番怖い、カンタ一番怖い。わからない、言葉わからない。こうやってやれよ、頭が、ずっと喋りかけたらずっとこうやってやれよ。カンタいじめるだろ。はい。カンタ殴ってくるだろ。はいはいはい。頭立ててくれ、頭立ててくってけんよ。こうやってこうやってけんじゃん。今日マーサーボーンされただろ。はい。カンタいじめるだろ。いじめとるだろ、いつも。なあ、いじめとるだろ。はい。ボーンされる。カンタボーンするだろ、いつも。カンタボーンする。はい。でいつも顔がお前聞いてとる。さっきお前やられたの、後ろで。さっき後ろでボーンされただろ、カンタに。はい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 。さっきボーンされたんか。はい。ボンされた、お前。さっきも。ちょっと血出とる。痛い。今痛い。痛い。痛い。ちょっと痛い。噛んでボンされたでしょ。さっき後ろで。でしょ。はいは。はい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 って言えばいいの。はいって言えばいいの。はい、どうだ。ボンされたんか、さっき。で、噛んでさっき後ろでボンされたでしょ。血出た。はい。痛かった。痛かったの。はい。怖いな、あの人は。肩怖いの。怖いでしょ。はい。なあ、あいつちょっと危ないね。後ろから見てるし。静かにお前勘弁してくれみたいな感じで見てるやん。衝撃っすか、あれ。はい、衝撃だけど、お前。衝撃っすか。いや、もう普通に言ったらもう首だよな、お前。首だよな、お前。いじめたら、お前。お前、ちょっとやばいんじゃないの、うちのやつは。それはやりづらい。血で取ったよな。血で取った。お前裏に殴った。そしたら、はい、取ったぞ、お前。お前、誰かんだろう。あれ、そうっすね、そうっすね、もういつも言うもんな。ベトナム人、月に1回、あの会社で、本社で、まあ、一応ベトナム人20人全員集まって、まあ、ミーティングあるな。ありますね。誰悪い人。カンタ。カンタ誰悪い人。カンタ。これね、視聴者もネタだろ、ネタだろ、ネタだろ、か本当だよ、本当だよ、本当です。こいつの顔見たら分かる、本当っすよ。イケメンなんか全員死ねばいいよ。やめてー。ちょっと、来た来た、ちょっと、昨日、覚えとる？俺ビデオ撮りに行ったでしょ。うわー、もう血出とる、また。昨日前、大丈夫、赤くなってる、赤くなってる。腫れとるやん、腫れとるやん。腫れとるやん、昨日、やばいってよ、お前。殴られた？昨日、ボーンされた？わ、昨日のやつ。殴られたんだろ。もう俺撮っとったかよ、動画。どうぞ、殴られたの。殴られたの。昨日カンタに殴られたの。怖い。どっち、どっち。あなた怖い、この人。怖い。怖い。俺らがやばいわ。もう死んだから。怖い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 。
ラジオあるぞお前。カズヤ坊主あれだろ、映ってたよ俺。俺撮っとったじゃん。俺撮っとったろ。俺撮っとったろ。はい。俺撮ったから。はい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 。絶対やんやん。昨日結構あーって言うからな。簡単にボンされたでしょ。いいよ。お前なんか昨日聞こうとだろ。多分お金出しちゃってもいい。それやばい。缶コーヒーか。それやばい。120円の缶コーヒー使ったろ。ダモンで俺のシャドウってやんの今日お前。はい、あのちょっと下りがありましたけど、まあでも本当まあ楽しくやってるんだよ。じゃまああるけどね、やっぱ現場でやってるもんで俺がドライチラしたとか、はい、それは日本人でもあることだもんね。まあうちはでもベトナムも日本人も仲良くやっとる方だと思いますよ。やってますね、うん、結構。まあもう基本でもベトナム人だって、一年に1回の僕らの足場の旅行っていうのはベトナム人のために行く旅行みたいなもん。ああ、そいつらが行きたいところに連れてあげるんで。あ、1年に1回行くの？1年に1回です。会社の経費、会社の経費は入っとる。はい、社長に一応聞いとるよね。あ、で今回はお前ら先どこ誰が出すんだって言ったの。あ、違う、それ忘年会のお金です。もう全部もうあのいや、視聴者の皆さん忘年会も出さんとかじゃないよね。忘年会会社でやって、でもその1ヶ月ぐらい前に旅行行ったんだな。行ってます。で、家でまだ1ヶ月も仕打ちに忘年会自分たちでやりたいもんで、金出しまっていいですかって。ふざけんなお前ら、どういう条件じゃ今これボギーって言ってありましたわ。ちょっと待って、暇だったんだよな。忘年会やっとんだったら仕事取ってこいって俺怒ったもんなお前。何が忘年会だお前って、忘れるんでいいこと忘れるなそれまで照れかっこよく言ったやつ、いやいいよ俺金全部出しちゃうって、あ、会社から持ってくるわって。で当日になって、ついにすいませんかってみたいな、ちょっと割り勘でもいいですか。本当に謝っとったね。本当に謝っとったね。マジで謝っとった。まあでもそういうことやな。こいつらも呼んで、やっぱなかなか喋れんけどちゃんと呼んだって。そう、ね、実際にあるけどな、周りにやっぱベトナム人使っとるとこで仲いい会社もあれや、仲悪い、でも日本人と同じだもんね結局。一緒っすね、やっぱ大切にされや、こいつらも頑張ってくれるしね。なかなか使えんとか、なんか言葉が通じんでムカつくとかで、まあちょこちょこいますけど、なんかで足早でちょいちょい聞くのあるっすけど、それ多分好きじゃないんだけど多分こいつらのこと。そうか、ただのただ駒みたいな感じで思っとるもんで。俺はお前のこと完全に駒だと思ってる。はい、でもこの駒だけど俺の場合好きで飛車ぐらいでバンバンいくさあ、まあ視聴者の前で俺言うのもあれだけど、やっぱ本当にあ、もうやめたのあれっていうぐらい、やっぱついてこれんじゃん。ついてこれ、根性ないと本当ついてこない。うちはベトナム人じゃあどんだけついてくるのって、ほぼついてくるじゃん。ほぼついてくる。うちで言ったら何人、もう30人40人使ったのだろう、1人2人だろう、飛んだろうって。1人2人っすね。うん、だけど日本人って言われてもういじめとるわけじゃなくて、ようついてこれんもんな。その点考えるとベトナム人すごい真面目ですもん。真面目やな。まあこいつらは来て1週間だもん、仕事できんけど一生懸命やってるもんね。一生懸命やってます。覚えるから覚えるね、ほんの一部、本当にほんの一部で、まあ、そこわからんと、まあ、使うのもいいんじゃない。なんかいい話しちゃったな、これサムネでガンガン釣っていい話しちゃった。まあそんな感じかな。はい、チャンネル登録と、あ、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。お願いします。また見てね。